手砲とは、戦闘艦艇、戦車で最も強力な砲のことである。手砲から発射する砲弾のことを、手砲弾と呼ぶ。また、野球において強打者のことを手砲と呼ぶこともある。アメリカ海軍の戦艦アイオア艦艇においては、その艦が装備している大砲の中で最も強力なものを手砲と呼ぶ。全土級戦艦においては、戦艦は大口径の手砲と、 小口系の複砲の2種類を装備するのが基本であった。その後の戦艦の発達において、中間砲や補助砲対空砲を装備するなど、艦砲装備には変遷があったが、最も強力な砲が主砲と呼ばれるという原則は継承された。また、巡洋艦においても多種類の砲を搭載したため、最も強力な砲を主砲と呼んだ。 これまでに建造された艦艇に搭載されたもので一番後継の大きい手法は、完成した戦艦の中では、大和型戦艦の46センチ砲である。第二次世界大戦期までの駆逐艦、水雷艇、潜水艦などの艦艇では、主兵装がそもそも砲ではなく魚雷であることがほとんどで、あり、艦砲は副装備に過ぎず、また艦砲も一種類であることがほとんどだが、 寛容的に搭載する艦砲を手法と称する場合が多い。航空戦力の未発達だった第二次世界大戦の半ば頃までは主力戦艦の砲撃力は海戦の奇数を決する重要な要素であった。列強はこぞって強力な手法を備えた戦艦の配備を急ぐことになり、上述のような強力な手法を備えた戦艦やその建造計画はそうした。 大艦巨峰主義時代の産物である。しかし二次大戦中には航空機の発達により戦艦の手法による攻撃よりも空母艦再起による攻撃の方が遠距離から正確に攻撃できると認識されるようになり二次大戦の後半になると艦隊の中心は航空母艦へと移っていった。第二次世界大戦後は戦中に建造された戦艦の一部が 対地攻撃の手段として生き残ったが、ミサイルの発達により、水上艦の主兵装は、方向兵器からミサイルへと変わったため、対艦対地攻撃の手段として、大行警報を装備する必要性はなくなり、そういった戦闘艦が建造されることもなくなった。従って二次大戦中に採用されていたような大行警報が新規に開発されることもなく、それまで複方健康者法であった。 療養法、あるいは大口径機関法が進化した 130mm 以下の中、小口径法が艦艇に搭載される中で最大の法となった。これにより、ミサイル冷明期に建造された艦艇や CIWS として即射法を採用しているイタリア軍艦艇等の例を除き、艦艇に搭載する砲はほぼ一種類になり、あえて手法という故障を用いる必然性はないことになる。 だが、現在も、海上自衛隊での用語や、感染関係の書籍などで、手法という言葉が使われる頻度は、少なくない。自衛隊の90式戦車戦車においては、艦艇と同様にその車で最大の大砲を指す、場合がある。現代に至る戦車の基本型はルノー FT-17 軽戦車によって確立され、いくつかの例外を除き、多くは、 旋回可能な砲塔一機二砲一門搭載、補助的に対人目的として機関銃を搭載する形式である。つまり多くの戦車は搭載する方は一種類しかないのが普通であり、現代官邸同様手法という故障を用いることは少ない。しかしながら、他砲等戦車、T-3050 戦車や M3 中戦車、五式中戦車といった、 複数種の戦車法を搭載する例外があり、これら戦車は搭載法のち大後継のものを手法と称する。スポーツでは団体競技において重要な戦力となる選手を比喩的に手法と呼ぶこともある。特に野球においては長打力を大砲の破壊力に見立てた用語としてよく用いられる。手法と称されるに値する打者が2人以上いるような場合、頭文字を取って 法のように言い表すことがある。アメリカメジャーリーグ、ニューヨークヤンキースのミッキーマントルとロジャーマリスの MM 法がその元祖とされ、日本では大貞春と長島修雄の ON 法などが有名である。詳細はクリーンナップを参照。ありがとうございます。